任界大戦も佳境に入った頃合いだな。そろそろ九尾を狩りに向かうとしよう。新たに作り出したこのペイン陸道を使ってな。どうした？どうやらおかげとマダラの戦いが始まったようだ。巨大なチャクラ同士が激突している。ついに始まったか。この戦いは今回の対戦の勝敗をも左右する。必ず勝利してもらわねば。刺客、こちらにも連絡が入ってきたぞ。渦巻ナルトの影分身隊が続々と戦場に到着しているとの報告だ。すでに海岸線の第一第二混合部隊、そして第二別動隊には合流を果たし、敵の殲滅にかかっている。そうか。任界全体が大きく動き始めていますね。ああ、結末に向けてな。ここまで来れば俺たちにできることはもう少ない。あとは現地の仲間を信じるだけだ。頑張ってくれよ、みんな。いくら倒しても次から次に。この戦いいつまで。安心しろ、さくらちゃん、もう終わる。俺が来たからにはもう大丈夫だ。ナルト、お前なんでここに。決まってんだろ、一緒に戦うためだ。しかしこの戦争はナルト君を守るためのものです。それなのになぜ。俺一人生き残っても意味はねえ。やるならみんなと一緒にとことんやる、そう決めたんだ。ナルト、あんた、この戦場一気に決めてやる。みんな行こうぜ。ボンス、最終章、平和への道。この体ではこれが限界か。一匹は片付けた。残すはお前だけだ、ウチハマダラ。結局のところお前たちとの戦いは俺にとっては時期に等しい。かつての柱間との死闘に比べれば何も感じることのないただの小さな戦いだ。その小さな戦いが今のわしらにとって重要じゃぜ。この一戦に勝利すれば忍び連合の勝利は目の前です。俺を前にして勝利などありえん。それは最後までやってみなければわからない。風影の言う通りだ。せめて貴様の思い通りに行くと思うな。図に乗るな。さっきも言ったが俺は貴様らと遊んでやっているだけだ。シャリンガンとリンネガン、この二つの力を使えば貴様らなど刹那の間に始末することができる。教えてやる、いかに抗おうと振り払うことのできぬ絶望があるということ。ウチハをなめるなよ。なめるなか。ではこちらも教えてやろう、ウチハマダラ。ここにいる私たちとあんたとでは決定的な違いがあるのは知っているか。それは力の差か、違う。それは経験の差か、それも違う。私たちとあんたと決定的に絶対的に異なるさ。それは影のみが背負う幾千幾万の人の意志だ。意志だと？影の域に立ったことのないあんたにはわからないだろうがな。私たちの背には私たちを慕う仲間たちの思いがある。その思いがある限り、
影は倒れることは許されん。いかに相手が強大であっても、いかに傷つき膝をつこうとも、最後に立っているのは我々でなくてはならんのだ。それが五影として立つ者の務め、それが我々五影の意志だ。ウチハマダラ、私たち五影を舐めるなよ。五影、いかに貴様らが吠えようと俺には届かん。ここで無様に果てるがいい。まだ、お前は必ず潰す。我々五影の手でな。そういうことだ。綱手をフォローしつつ奴を叩く。行けよ。はい、戦闘開始。未来はお前のためではなく、今を生きる俺たちのためにある。あなたの目ならす闇を絶対に認めるわけにはいきません。昔捨てた己を今日ここで拾わせてもらう。今のうちだ。さらば甘い。今のうちだ。さらば。なるほど、なかなかの力だ。ではこれはどうだ。六トン樹海鋼炭。地面音。さあ続きを始めるぞ。行きます。注意を。五影の意志とやらを俺に見せて。決着をつけよう。今のうちだ。さらば。お役に立てましたか。地面を下からなんですね。皆さん気をつけてください。妖怪の地図。止める。さらば。今のうちだ。さらば。無理しちゃダメですよ。今のうちだ。さらば。決着をつける。今のうちさらば。悪の気を出さない。今のうちさらば。無理しちゃダメですよ。今のうちだ。カトン豪華滅却。さてこの展開はどう対処するのだ。五影殿、非常に注意を。当たれば痛いと言わせます。さらば。
遊びはここまででいいだろう。すまん、他のみんなは無事じゃぜ。そろそろお前たちには消えてもらう。さて、どう攻める。並大抵の力ではマダラに届かんぞ。私の力ならばあれをこじ開けられる。綱で姫か。確かにお前の力ならばいけるかもしれんが。恩義している暇はない。ここは私に任せる。今はおかげさまを信じ、私たちは援護に回るべきかと。いいだろう、やってみせろ。ウチハマダラ、年貢の納め時だ。勝利は俺たち忍び連合がつかむ。奴の動きを見極め、確実にダメージを与えれば勝機は見えるはずだ。いかなる策もこの俺には通じん。お前たちはここで終わる。さて、どう攻めてくる。戦闘開始。お前はもう死んでいる身だ。この世へ帰れ。どけにくい男は少ないんだけど、あなたは。なるほど、その力侮れんだ。だがそれだけだ。結局は俺に届きはしない。Thank you.
こげ。超火獣眼の術。少々驚いた。まさか貴様らがここまで踊れるとは。この戦いはもう終わりだ。わしら忍び連合の勝利でな。貴様、もう復活したのか。そろそろ引きましょうか。目覚めたばかりのその体でここまで戦えれば十分でしょう。まあいいだろう。かつての死闘とまではいかないが、九大天の一戦だったと認めてやる。貴様らとはいずれ決着をつける。それまでせいぜい生き延びておけ。貴様、逃げるのか。逃げる？そうではない。猶予を与えるだけだ。貴様らがさらなる力を身につけるための猶予をな。何？次に与える絶望は今日の日ではない。お前たちには到達できぬ神の力を見せてやる。存分に覚悟しておけ。では とりあえずここは抑えることができたな。ああ、逃がしはしたが。ですが、あの強大な力を持つマダラに対抗できた事実は大きな意味があります。ああ、まずは十分だ。木陰の力か。大したものだな。じゃあぜ、あとはナルト、そっちは頼んだぞ。どうした？この先に強烈な悪意を感じる。近いってばよ。